どうもこんにちは、選挙チャチダイです。今日は11月20日ですね。投票の尼崎市長選にやってきております。こちら市議補選も行われますね。こちらの市長選は一騎打ちとなっておりまして、現職のですね稲村和美さんが不出馬となりましたので、新人同士の一騎打ちとなっております。そして稲村さんの後継者と維新ということで、構図としてはですね維新か維新でないかというふうに見られています。早速なんですけどもご紹介しましょう。まずはですね、こちら自民党や立憲民主党とかですね、あるいは共産党とかもですね、こちらを緩やかに応援してるんじゃないかなと思います。松本慎さんですね、尼崎を次のステージにということで、元文部科学省の職員、43歳3児の父ということですね。対話重視、実行力、誰一人取り残さないと書いております。一方ですね、こちら日本維新の会ですね、大原隼人さんですね。政治経験はなくて、社会福祉法人理事長ということで、保育園を経営する44歳、退職金ゼロ、報酬2割カット、尼崎生まれ尼崎育ちということで、政策的なことは何も書いてませんね。そして磯陣吉村先生のマイクを持った写真が載っているということで、いかにも維新です。以上、こちら2人が立候補してるんですけども、一体どちらが勝つのかということで非常に興味深いですね。こちら市議補選と合わせて取材しております。よろしくお願いします。